ヨゼフ・ティソ、ヨゼフ・ティソ、ヨゼフ・ィソ、1887年10月13日から1947年4月18日は、チェコスロバキア及び、スロバキアの政治家、聖職者、司祭、ナチスドイツの傀儡政権とされる、スロバキア共和国の首相と大統領を務めた。ティソは当時オーストリア・ハンガリー帝国に支配されていた。 スロバキアのナジビッチェに生まれた。二トラの司教の援助のもと、ウィーンの神学校でカトリック教会の聖職者教を受けた。1909年に神学校を卒業し司教の秘書を務めた後、女子中等学校の進学講師を務めていた。第一次世界大戦時には、ハンガリー王国軍の従軍司祭を務めていた。終戦後にはニトラの神学校と、 高等修道士学校の講師を務めていたが、スロバキア人民党に参加し、政治活動を始めた。スロバキア人民党は、スロバキア最大の政党であり、カトリックに基づく保守主義とスロバキアの民族自決を主張する政党であった。基礎は、党内で精神的指導者として、頭格を表しつつあったが、国会議員の選挙には、落選を続けていた。 1924年には西部スロバキアのバーノーツェなどベブラボを教区司祭に就任した。一方で1925年には国会議員に初当選した。1927年にはシュベフラ率いる連立政権の内閣に厚生労働、スポーツ担当大臣として入閣し、1930年にはスロバキア人民党の副党首となり、1938年8月に スロバキア民族主義者で人民党党首のアドレイ・フリンカが死去すると事実上の指導者となった。1938年9月、ナチスドイツのズデーテン地方要求に橋を発したズデーテン危機が発生し、チェコスロバキアは大きな動乱に見舞われた。民族自決の名のもとに、チェコスロバキア国内では各民族の分離独立運動が高まった。 9月22日、ハンガリー王国は、マジャル人の多く住む、ハンガリーの丘陵であるスロバキアとカルパティアルテニアの活譲を、チェコスロバキア政府に要求したため、スロバキアの民族運動は激化した。ミュンヘン協定の結果、スロバキアの帰属は、国際委員会の裁定と人民投票によって決まることになったが、ハンガリーはこれを不服として、軍の動員を行った。 シロビー内閣はティソースロバキア担当省として閣内に迎えたが、スロバキアの民族運動は激しさを増し、10月6日にはスロバキア自治政府が成立を宣言し、ティソーは自治政府主犯に就任した。10月にはスロバキア人民党の正式な党首に就任している。11月8日、ハンガリーの領土要求を解決するため、ウィーンにおいてドイツとイタリアによる 第一次委員裁定が行われ、南部スロバキアと南部カルパティアルテニアの割譲が決定された。スロバキアはこれに大きく反発して、独立運動が活発になり、共産党を除くスロバキアの全政党は、スロバキア人民党に合流し、ティソはその党首となった。11月26日、チェコスロバキア政府は、スロバキアの自治を認めたが、11月28日に、ティソは、 スロバキア担当省を辞職、チェコスロバキア政府から離れた。1939年1月、チェコスロバキア国内におけるスロバキアとカルパティアルテニアの独立運動はより激化した。これに手を焼いたチェコスロバキア政府はヒトラーに支援要請を行ったが、ドイツ側の要求は過酷を極めたため受諾できなかった。身体極まったチェコスロバキア政府は独立運動の弾圧を決死。 1939年3月6日にカルパティアルテニア3月9日にスロバキアの自治政府非免を発表した。10日にはティソをはじめとするスロバキア自治政府要人は逮捕、軟禁され、スロバキア国内に戒厳令が敷かれた。しかしこの措置はドイツの介入を招くことになり、ティソはドイツの支援のもとに脱出し、3月13日にはベルリンに招かれた。 ヒトラーはティソにスロバキア独立を宣言することを強要し行わなかった場合にはドイツ軍が介入すると通告した。ティソはドイツが用意した独立宣言案とドイツに対する保護国要請を携えてスロバキアの首都ブラチスラバに戻った。3月14日ブラチスラバでスロバキア議会が開かれティソとヒトラーの会談独を討議した上で スロバキア共和国の独立を宣言した。ティソは議会によって首相に選出されている。同日カルパティアルテニアも独立を宣言して、カルパとウクライナ共和国となり、残ったチェコも15日にはドイツに併合されて、米面命令保護領となり、チェコスロバキアは消滅した。しかしスロバキアは実質的にはドイツの傀儡政権であり、独自の政治指導を行うことはできなかった。 ハンガリーはあくまで給料復活を求め、3月17日にカルパトウクライナ共和国を併合、3月23日にはスロバキアに侵攻した、スロバキア・ハンガリー戦争。独立したばかりのスロバキアはこれに対抗したが、同日にはドイツとの保護条約が成立しており、ドイツが仲介に入った。ドイツの裁定により、ウィーン裁定の国境線が確定することになり、 スロバキアはハンガリーに南部スロバキアを割上することを余儀なくされた。10月26日にティソはスロバキアの初代大統領に就任している。ティソはナチスドイツとの間に結ばれた保護条約に従い首相のボイテフトゥカと共に二党体制を敷いて深独的な政策を実行した。第二次世界大戦が勃発するとスロバキア共和国も数軸国側に立って 独祖戦に参戦した。しかし、自身が、カトリック教徒で、保守的な宗教勢力を基盤としていたティソと、ユダヤ人番圧などを主張し、ファシズム傾向が強かった、トゥカの間には、次第に祖語が生じるようになり、路線対立が目立つようになる。第二次世界大戦中、スロバキア共和国政府は、ナチスのホロコーストに加担し、ユダヤ系住民を、 ドイツ領内の強制収容所に移送して約7万人のユダヤ人を死に追いやった。また、1944年には、スロバキア共和国軍及びパルチザンの一部が連携して起こした反乱であるスロバキア民衆放棄の鎮圧を実行した。1945年ソ連軍がスロバキア領内に侵攻すると、基礎の率いるスロバキア政府はオーストリアのクレムスミュンスターに亡命した。 5月8日にスロバキア亡命政府がアメリカ軍に降伏した後は南バイエルンの修道院に潜伏していた。しかし6月にアメリカ軍によって逮捕、拘留され10月末チェコスロバキアに引き渡された。1946年12月から翌1947年4月までブラチスラバで開催された国民裁判でティソは主犯として戦争犯罪を問われ、 死刑判決を受けた。4月18日に、公主刑に処された。一体は殉教者と見られるのを恐れ、密かに埋葬された。ティソに対する評価は、スロバキアの歴史上の重要な争点の一つである。2001年4月18日には、ブラチスラバで、ティソを追悼する集会が開催され、話題となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。